2020年7月29日雨予報をギリギリ覆す曇り空の下、大勢の人が天を仰いでいる。やばいね、また泣きそうで。ここで目光ってほしいですよね。もうね、シード悪いっす。そしてスマホを構え再び天を仰ぐ面々。その目線の先には、はい、そう、もちろんドーン、動くガンダム外装パーツが完全装着。ついにアニメからのガンプラからの現実世界に18メートルの動くガンダムが降臨。メイキングで長いこと付き合ってきた骨バージョンともいよいよお別れ。動くガンダム新たなるステージへ、外装パーツが装着装着。画面からこぼれ出そうな現場の熱気、取り付け30日間の全記録をお見せしましょう。外装いきまーす。動くのかガンダム、夢への挑戦。第13話、骨よさらばって、全然しんみりとかはしませんけど。6月、横浜の山下ふ頭、慌ただしく続々と外装パーツが運ばれてきました。骨よさらばということで、外装ビルダーたちの気合も入ります。頑張りましょう。この人がビルダーチームのキャプテン。実はキャプテン、今までの立造たちと今回合わせてガンダム建造はなんと3回目。すごすぎる。そんなビルダーチームは仮組から合流し、横浜で骨の取り付けも携わっているビルドの匠たち。ということで外装装着作業開始。ビルド1、太もも。ちなみに取り付ける順番、パーツを吊り上げるときに紐が干渉しないようになど計算した上で、太ももから作業を始めたんだって。キャプテン率いるビルダーたちの作業はめちゃめちゃスムーズ。さすがガンダムを組み立てるのはお手の物だね。そういえば気になってたんだけど、外装パーツをつけているときにするこの音、バコッとはめているだけではない様子。よーく見てみると、ああなるほど、ボルトで締めてるんだね。骨の段階でどこにどう止めるかまで設計されているという緻密さ。そしてこの高所で確実に進めていく細やかな作業、さすがです。確かな職人の技。太ももが出来上がり。ビルド2、膝下のパーツを一気に取り付けます。まずは足首、続いて膝パーツ。ちなみに外装パーツは主に軽量の FRP という強化プラスチック素材が使われている。軽いのはいいんだけど、弱点は風。風に気をつけつつ、一つ一つのパーツをとっても丁寧に扱うビルダーチーム。キャプテンの絶大な信頼を得て、現場で陣頭指揮を取っている親方にお話を伺った。非常に軽いものを使ってるので、もう仕上げてある、塗装も終わってるものだから、ぶつけることもできない、ワイヤーもかける位置も決まってるんで、いろいろ話もしたり、今日はこうだったああだったって話もするんですけど、毎日笑いながらどうしようこうしようってやってるものづくりっていうのがもう楽しくて仕方がないっていう。親方、本当にいい笑顔。困難にチームワークで立ち向かう、これもガンダムの持つワクワクパワーなんだね。そして膝下パーツの取り付けは無事に進行と思いきや、突然の雨。でも作業は雨天決行、これは大変。
でもでも雨も辛いけど、実はもっと辛いのは晴天。遮るものが一切ない山下ふ頭、直射日光に照り返し熱中症の危険性も高く、あらゆる意味での安全配慮は欠かせません。そして6月といえば梅雨、晴れたり降ったりの繰り返し。雨の中、足の取り付けが終了。ビルド3、腕。ちなみに腕や足など動くパーツはより軽量化が必要なんだって。そこで FRP よりもさらに軽いカーボンを使った CFRP 素材が使われている。だからとにかく軽い。締めます。あ、もうちょっとあれした方がいい。尻合わせた方がいい。腕はパーツをある程度地上で組んでから取り付け、減速器をカバーする関節のホイール感、かっこいいな。6月18日時点で両腕両足が完成。続いて現場に搬入されたのは鮮やかな赤い三角形のパーツ。これはガンダム感あるな。このパーツは一体。そう、正解はつま先。ビルド4はつま先を含めた足先の取り付け。大人の男性がすっぽりと入ってしまうガンダムの足。改めて18メートルという巨大さを実感。おお、迫力、スケール感がたまらんと興奮しているうちに、釣り上げられたあれはもしやコックピットのあるボディーパーツ。ビルド5ボディ。赤い装甲に放射状の筋彫り。デザインを担当した川原さんのアイデアが見事実現。青い胸パーツと黄色の首パーツを取り付ければ、おお、ガンダムだ。ではここで外装パーツ取り付けをおさらい。全身の外装装着完了。かっこええ。この勢いで頭を取り付けに行きまーすと言いたいところですが、ここでお時間いっぱい。ガンダムヘッドの取り付けは次回に持ち越し。そしてありがとうございます。どうも。無茶ぶりを宮川さんも登場。ガンダムヘッド装着をあらゆるアングルで激写。ヘッド装着の瞬間を特等席でご覧あれ。ガンちゃんとドッグ兄貴からのお願い。動くガンダム設置予定の山下ふ頭は関係者以外立ち入りが禁止されているエリアです。危険な場所もたくさんあるので、オープンまではこのメイキングを見て楽しみに待っていてくださいね。